エクステンデッドユニバースハーレークイーンの華麗なる、覚醒バーズオブプレイ。ハーレークイーンの華麗なる覚醒バーズオブプレイは2020年に公開されたアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画であり、DC エクステンデッドユニバースの第8作品目として制作された作品である。監督は、キャシー・ヤン。制作、主演は、マーゴット・ロビー。チャック・ディクソンとゲイリー・フランクの漫画、 バーズ・オブ・プレイを原作としている。スーサイド・スクワットで描かれた出来事の後、ハーレー・クイーンは、ジョーカーと、破局した。そんなある日、ハーレーは、カサンドラ・ケインと名乗る女の子と出会った。カサンドラは、大物犯罪者として知られる、ブラック・マスクから命を狙われていたのである。ハーレーは、自分と同じように自由を愛する、女性たち、ハントレス、ブラック・キャナリー、デニー・モントや と手を組み、カサンドラを守るための戦いに目を投じるのだった。狂気の犯罪王子と呼ばれるジョーカーと破局したハーレークイン、ハーリーン・クインゼルは彼女に恨みを持ちつつも、ジョーカーの報復を恐れて手を出せずにいた悪党たちや、コッサム死刑のレニーモントウや刑事などから一気に命を狙われるようになった。悪党たちから逃げ回っていたハーレーだが、 ついにコッサムの大物犯罪者ブラックマスク、ローマン、シオニスに捕まってしまう。ローマンと彼の部下であるザーズの会話を盗み聞きしていた、ハーレイは彼が求めるバーティネリケのダイヤを持ってくる代わりに自分を見逃せと要求する。そもそもの発端は、マフィアであるバーティネリケを、その資産を狙ったマフィアが虐殺したことから始まる。その隠し資産のありかを記したダイヤは、 闇の世界に流れた。ゴッサムを手中に収めるべく巨額の金を欲していた、ローマンはついにダイヤのありかを探し出し、ザーズと自身のバーで歌姫をしていたブラックキャナリー、ダイナランスに命じて悪党から譲り受けた。しかしその直後、ダイナの知り合いであるスリの少女カサンドラケインがザーズからダイヤを盗み、他の窃盗罪と合わせて警察に捕まった。そのためローマンは、 カサンドラを狙っていた。ローマンから今夜12時までにダイヤを持ち帰れば見逃してやると言われたハーレイはカサンドラが留置されているゴッサム死刑を襲撃。レニーやローマンがカサンドラにかけた賞金目当ての悪党の襲撃から身をかわしカサンドラを確保するもダイヤはカサンドラが飲み込んでしまっていた。やむなくハーレイは情報屋の毒が営む中華料理屋の2階の実質に カサンドラを招き、下剤を飲ませて、ダイヤが出てくるのを待つ。その最中、マフィアを殺して回っている暗殺者ハントレス、ヘレナバー・ティネリが毒を喫問他にも多くの悪党が毒にハーレイの居場所を求めた。結果、ハーレイの隠れが悪党に襲撃されてしまう。ハーレイは、自身の安全を確保するため、カサンドラの引き渡しのため、遊園地に来るようローマンに連絡する。 遊園地のアトラクションに立てこもったハーレーはいつダイヤが出てもいいようにカサンドラをトイレに拘束する。そこにハーレーにまつわる不始末で警察を停職になったレニーが現れ、二人は格闘戦を繰り広げる。ハーレーがレニーを屋外へ蹴り飛ばした後、ザーズとダイナが襲撃、ハーレーに麻痺毒の矢を刺して行動不能にする。ザーズは実はレニーに ローマンの内部情報をリークしていたダイナに忠誠を示させるため、カサンドラの腹を裂いて、ダイヤを取り出す、よう指示。ダイナは拒否し、激光するザーズに駆けつけたヘレナの放ったクロス棒の矢が刺さり、ザーズは死亡する。バーティネリ家の生き残りであるヘレナは、家族を殺したマフィアを殺して回っており、ザーズはその最後の一人だった。ハーレー、ダイナ、ヘレナ、レニー。 カサンドラは遊園地に集結したローマンとその一派を倒すため一時的に手を組むことにする。五人は激しい戦闘の末ほとんどの悪党を倒したもののカサンドラがローマンに連れ去られてしまう。三人の力を借りてローマンを追い詰めるハーレーだが自身も武器がない状態に陥る。その時カサンドラが安全ピンを抜いた手榴弾をローマンの服に忍ばせた。 それに気づいた、ハーレイはローマンを蹴り飛ばし、彼は手榴弾の爆発で粉々になり死亡。かくしてハーレイたちは勝利し、自由の身となった。事件後、復讐を果たした、ヘレナ、雇い主を亡くした、ダイが警察のやり口に嫌気がさして退職したレニーは、ヒーローチーム、バーズ・オブ・プレイを結成。一方、ハーレイは、バーティネル家の遺産をもとに、カサンドラと共に、 闇の何でも親を始めるのだった。本作は過去に単独で作品化されていないハーレークイーンについての作品で DC コミックスのスピンオフ作品である。過去にない試みとしてアメリカンヒーロー映画でカンフー映画のアクションを導入し主人公やその周りの登場人物の設定や監督や脚本まで制作に関わる全てで女性が核を担うという試みが行われた。 2015年、マーゴット・ロビーは、ワーナーブラザース映画にハーレー・クイーンが登場する、スピンオフ映画の制作を打診した。その際、ロビーは、スピンオフ映画は、ハーレー・クイーンの単独主演作ではなく、クイーン以外の女性キャラクターも、複数登場させてほしいという趣旨の要望を出した。二千十六年五月十六日、スーサイド・スクワットの公開に先立って、ワーナーブラザース映画は、 ハーレー・クイーンをはじめとする DC コミックスの女性キャラクターに焦点を当てたスピンオフ映画の制作に乗り出すと発表した。その際、ハーレー・クイーン役のロビーの続投と彼女のプロデューサー就任も発表された。11月11日、クリスティーナ・ホドソンが本作の脚本を担当することになったと報じられた。2018年4月、キャシー・ヤンが 本作の監督に起用された。アジア系の女性映画監督がスーパーヒーロー映画の監督に起用されたのは史上初のことであった。当初、本作にペンギンが登場する予定だったが、ペンギンは本作の後に公開されるバッドマン単独作に登場することが決まったため、そのアイデアは没になった。2018年7月、本作はプリプロダクションに入った。 同月中に、ロビーは、本作のタイトルが、バーズ・オブ・プレイに決まったこと、ハーレー・クイーンは新衣装で登場すること、ダイバーシティ豊かなキャスティングを行うことを明かした。また、同月16日、本作に登場する悪役は、バットマンの映画作品に、今まで登場したことのないキャラクターになると報じられた。8月6日、本作の悪役が、ブラック・マスクであると明かされた。 ブラックキャナリー役の候補者には、ジャネール・モネー、ジャーニー、スモレット・ベル、ググバ・サイコール・ローラが選ばれ、ハントレス役の選考では、ソフィア・ブテラ、マーガレット・クアリー、メアリー・エリザベス・ウィンステッド、クリスティン・ミリオティーラの名前が挙がっていた。また、ジャスティナ・マシャドと、ロバータ・コリン・ドレスが、レニー・モントーヤ役のオーディションを受けた。2018年9月26日、スモレット・ベルが、 ブラックキャナリー役に、ウィンステッドが、ハントレス役に起用されたと報じられた。また、同日、シャールト・コプリート・ユアン・マクレガーが、ブラック・マスク役の俳優として、検討の訴状に乗っているとも報じられた。10月、マシュー・リバティークが、本作の撮影監督に起用され、ロージー・ペレスの出演が決まった。11月1日、マクレガーが、 ブラックマスクを演じることになったとの報道があった。14日、エラ・ジェイ・バスコが本作に出演することになったと報じられた。20日、本作の正式なタイトル、バーズ・オブ・プレイが発表された。12月、クリスム・メシーナ、スティーブン・ウィリアムズ、デレク・ウィルソン、ダナリー、フランソワ・チャウ、マシュー・ウィリグ、ロバート・カトリーにアリフォンの出演が決まった。2019年2月、 シャーリーン・アモヤがキャスト入りした。本作の主要撮影は2019年1月にカリフォルニア州のロサンゼルスで始まり、同年4月15日に終了した。撮影の際には FOX Force ブというワーキングタイトルが使用された。カリフォルニア州から税の控除を受けることができたため、本作の撮影はすべて、 ロサンゼルス市内で行われることになった。2019年9月30日、ダニエル・ペンバートンが本作で使用される楽曲を手掛けるとの報道があった。2019年1月28日、CU スームと題された本作のティーザー映像が公開された。9月4日、IT、It the End、それが見えたら終わりの上映前に本作のティーザートレーラーが流された。 10月2日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評家レビュー集積サイト 6. トマトズでは238件のレビューがあり、批評家支持率は82%、平均点は10点満点で6.8点となっている。サイト側による批評家の見解の要約はペースの速いアクションで、 ハーレークイーンの華麗なる覚醒は、マーゴットロビーのハーレークイーンのカラフルで、無秩序な精神を捉えている。となっている。メトクリティックには55件のレビューがあり、過重平均値は60、100となっている。ありがとうございます。